異世界薬局は高山治による日本のライトノベル。イラストはキープドが担当している。m f ブックスより2016年1月から刊行されている。小説投稿サイト、小説家になろうにて2015年7月1日より連載が始まり、2016年1月に過筆、修正されて m f ブックスより書籍化された。また、本作を原作とする。 コミカライズ版がコミックウォーカー及びニコニコ製画に2016年11月から連載され角川より書籍化されている2021年7月時点でコミカライズ版の累計発行部数は120万部をシリーズ累計発行部数は230万部をそれぞれ突破している実在する医薬品と疾患を題材としているため専門家や 医療従事者による指導の下で執筆されている。また、原作の小説版より後に制作される漫画版の間に生じるタイムラグにより、その間にエビデンスや科学的証拠の変更が発生して、結果として小説版と漫画版に内容の差異が生じていることがある。薬学研究に勤しむ日本の若き主人公は、志半ばで過労死して、 宮廷薬師見習いのファルマとして転唱する。ファルマは医学が未発達な世界で、転生前の知識と転生後に手に入れたチート能力を活かして多くの人々を救おうと奮闘する。ドメディシスケサンフルーブ帝国医薬大学校、異世界薬局貴族その他2021年7月に制作が発表された。ありがとうございます。